ご視聴ありがとうございます。ハレリアプラスの井川よしひこです。始まりました MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。今週末はね、いよいよ皆さんお待ちかねのグランプリ京都ということですね。まあグランプリ京都は総合チーム戦で、まあスターン、モダン、レガシーの3フォーマットで行われるんですけれども、今回その中でモダンの試合を お届けしたいと思います。モダンといえばという形で本日ゲストをお呼びしました。こちらです。ご視聴ありがとうございます。現モダン神の渡辺真希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間の第10期神決定戦で見事松田幸さんを倒しての モダン神に就任されてということですが、率直な感想ってどんな感じですか？信じられない。はじめはモダン神トップ8を目標にずっと頑張り始めてて、でトップ8になってやったーって思ったらまさか優勝すると、そして松田さんと当たって、まあどうせ負けるだろうなって思ってたらまさか勝つとはって言って、でこれからそのモダン神としてなんか意気込みみたいなのってあります？意気込み、まあ奇跡でなったわけですけど、もうなったからには守り続けたい。何回でもかかってこいと。何回でもかかってこいと。まあ、いただける対決をまた見せていただければなと思います。簡単に、今のモダンってどんな感じですかね？今のモダンは、まあ、ジェイスとチアミ解禁されたけど、まあ、結局、根本的なところはそこまで変わってないんじゃないかなっていうのが自分の考えですね。まあ、ジャンドと青白がちょっと強くなったっていうのは、ちょっとっていうか、まあ、かなり強くなったっていうのは間違いないんで、そこが、まあ、前よりは高い位置として定着するんじゃないかなって思います。なるほど。じゃあ、まあ、ちょうどいいバランスって感じなんですかね。まあ、そうですね。まあ、そんな感じでですね。まあ、今、新しく、チアニガミのエルフと、精神を刻むものジェイスが解禁されたモダン。という形で、今回はモダンの対戦を、実際にやっていきたいと思います。では、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあダイスいきまーす。はい、8、もう一回、はい、はい、5でーす。はい、7、よーし、じゃあプレイで。はい、はい、いきます。はいはい、マリガンで。はい、まあ僕土地6枚なんで2秒でマリガンみたいな感じ。これはもうサイクリング2つあって土地が3枚でキーカードもあるので間違いなくキープ。いや、すげえ微妙だな。ダメマリするか。これは無理だ。悲しい。はい、まあ寂しいけどね、ダメマリなんでちょっとわがまま言えんすよとっていう形でキープします。はい、じゃあスクライ、はい、戻る。キープします。はい、お願いします。じゃあ黒合いの崖。はい、お、ジャンドかな。今話題のとりあえず先日に置いたのはこれでした。あれ、なんでしょうね、まだわからない。うわー、だったら先日ちげー。これ、打てないんですよ、このマッチアップ。はい、ドローしますよ。うわ、最悪。頑張ります。アンタッパー、キープドロー。やばいよー。終わり。絶対上を組んだけどな、これ。あ、とりあえず、じゃあ2マナで。2マナ。全長の壁。全長の壁。はい、青白コンでした。終わり。じゃあ終了前、フェッチ、中級。はい、サイクリング。はい。ドロー。もうね、一ターン目で全てが分かったっていう。参りますよ、はい、サイクリング、ドロー。ターン参ります。はい。アンタッパー、キープドロー。3マナから、じゃあ行きましょう。あー、もう来る。はい、僕の特徴はこれだ。はい、これは悪魔の旋律。はい、悪魔の旋律。このカードの効果は、ターゲットクリーチャーが一旦中ブロックできなくなるっていう、はい、超寂しい効果なんだけど、チアミガミのエースと同じで俗称がついてます。ってことは、これが3だから2以下をめくると。2以下をめくる。はい、じゃあめくっていきますか。はい、めくれるのは土地4、3、4、6、3、0。はい、こちらをゲットします。はい、してるせいですよと。してるせい。とりあえず、まあ、特殊のカットお願いします。まあ、はい、で、この効果で、はい、あ、じゃあ解決したいです。はい、
じゃあこの効果で追放、あ、こっちはボツになる、墓地のクリーチャーが一旦追放されます、はい、で、場が生贄に生贄になって、で、追放された奴らが場にシュッシュッシュッと、はい、よし、ちょっと氷の補給が怖いが、どうぞ、はい、ドロー、耐えれるかと、スフィア怖いな、まあまあ、まだ生きてる、まだ生きてる、一応ね、まあ一応こうあるんで、まあ、生きれるかも、か、本当かな、終わり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 、頑張ります、はい、パッパッピットロじゃあ行きますか、はい、こいつの威力を、はい、サイクリング誘発で、はい、ドロー、はい、最高、1回ですよと、こいつはカードを捨てるために2周せよ系ので、今がパワーは6、6号今6号です、はい、まあ一気で殺しきれんかな、はい、2回目サイクリング2回目、はい、で8、6です、はい、ひーで、ランドセット、はい、でコンバット入りたい、はい、どうぞ、見た目22点、まあ一応抵抗しよう、パス、パス数回です、はい、ってことで、ちょっと待ってください、ちょっと考えますよ、あ、まだある、まだ刺しますよということは刺しても、まあでもちょっと考えません、16点、刺す意味はないかな、8点、いや14点かな、今2回と1回、86で14点、16点にしますか、16にしとく、素出しで4一発でこうするようにしてください、はいはいはい、なるほどね、じゃあフェアリーで瞬章で使えないようにしてやるということです、この2枚でカード捨てるたび言う発生、はい、3回目パワー17 はい、じゃあ16点、はい、16点、4です、残り4で、はい、で、ハンドセットしているので終わりです、はい、どう、ハンドセット、負けました、ありがとうございました、頑張って、入れたカードはこの跳ね返りの罠2枚と雪崩のり1枚、跳ね返りの罠っていうカードは相手が青の呪文を唱えた時に赤は1マナで打てて、対象を移し替えられるという呪文です、で、どう使うかというと、してる性に対して相手が例えばマナ漏出を打ってきた時にこちらを押すと、跳ね、してる性に対して打たれたマナ漏出の対象を跳ね返りの罠に変更しますってできるので、してる性を通せる、修正を通すためのサイドボードです、青いデッキ相手全般にサイドインします、で、このなだれのり、なだれのりは場に出た時に土地を1枚破壊するっていうカードです、で、エコーがついてるので、出たターンの次に死亡します、なので普通に修正で使うと1枚出して土地を割ってからエコーで死亡、その後に修正を打つことでもう1回割れる、あ、2回割れるっていう大爆発の魔導士の5枚目みたいなイメージですね。サイドアウトしたカードはこちらの3枚です、土地を1枚抜いた理由は、土地が後手なのでドロー回数が増えるっていうことと、まあ、遅いマッチアップなので多少詰まってもそこまで問題はないですから、で土地を1枚減らしました、まあ、青白は結構パス打ってくれるんで土地も伸びますし、あとエンジンの指導量を1枚減らしました、遅い、こちらも遅いマッチアップだからという理由です、あとハンデスがないマッチなので、あと赤黒の方の特徴はクリーチャーが場に出ないと打つことはできないっていう弱点がありまして、青白コンは自分からクリーチャーを積極的に出してくるデッキではないので信頼性が低いという理由で1枚減らしました。あ、入れたのはこんな感じですね。まず安らかな眠り、相手がリビングエンドということで、まあ、墓地対策として最も強力なカードを採用しています。ベンディーも3人種、瞬速で出せるクロックかつ対戦相手のデフラを除ける、で、まあ、一番きついカードを抜くっていうので、まあ、一番コンボデッキに対して強いクロックです。審判の日、これ、まあ、4枚目のラスですね、単純に、まあ、シテルセイはコンボデッキとはいえクリーチャーデッキなので、まあ、並んだところを、除去る、もしくは大きいクリーチャーを除去るために追加で入れてます。あとはカウンターですね、否認、まあ、否認は、まあ、シテルセイ、消せるから当たり前だと思うんですけれども、残り2枚は意外かもと思われるかもしれません。まず払拭なんですけど、払拭はリビングエンドというデッキがサイドボード後の跳ね返りの罠ですとか、うちにいる獣といったカードで、だいたいこっちのプレンズウォーカーだったりとか、カウンターを対抗してくるので、払拭1枚ならだいたい使わないので、僕はサイドインすることにしています。軽率的な一撃ですね。まあ、どうしてかというと、サイド後って基本的に、こちらが没対策した上で、相手の、まあ、雪崩なりですとか、スラーグ牙
もしくは普通の大きいクリーチャーと対抗することになるので、リビングエンドのメインプランじゃない方にかなり刺さるカードとしてサイドインすることにしてますと。抜くカードはこちらですね。交流の宝球、まあラスよりは弱いので、まあたまにクローサの掌握とかで割れることもあるので、一番弱い除去としてサイドアウトします。で、100% 抜けるのが呪文ハメ。もう見たくもありませんね。はい、相手のデッキに2マナは入ってません。で、あとは減らしたカードは、安らかなる眠りと相性の悪い春章の魔導士。あとは半端なクロックである、修復の天使。これ最後まで悩んだのはオジタイなんですけど、まあ、こちらも、まあ、こういった、クリーチャーで殴るプランではなくて、カウンターと除去とプレンズオーカーで勝つプランなので、オジタイは抜くことにしました。前兆の壁は残したんですけど、悪魔の旋律の対象にはなってしまうんですけど、ワンドローがついてて、デッキの安定性を担保してるのと、あと、ルケへの道自分に打ってマナブーストすることもあるので、前兆の壁は抜きませんと。じゃあ、1本目負けたんで、先手から。はい、2ゲーム後手です。はい。チェック。まあ、ラウンド3枚やって、まあ、ドロー、カウンター、フィニッシャー。まあ、その、ね、サイドインしたカードはないですけれども、かなり盤石な感じなんでキープしたいと思います。すごく怪しいですが、キープしましょう。これを立て続けに引くという展開も動画的に面白いかもしれませんし。まあ、あと、こいつが、このマッチはかなり強いので、まあ、今後のドローに期待しつつ、こちらでキープします。あと、このマッチは結構、普通にやっても強いんで。では、いきます。はい、お願いします。はい、じゃあ、一旦目、島から、平成の原始。はい、どうぞ。まあ、ドローが、これ、ルケの道で。ちなみに、上2枚、すごい悩ましい。いや、4枚目のね、ないんですよ。4枚目がないんですけど、まあ、1枚ぐらい引けるだろうということで、こっちだけ上にしようかな。こっちだけ。こっちはちょっと、間の的にも怪しいんで、こっちだけ上にします。終わりです。頑張ります。ドロー。終わり。はい、ランサップドロー。で、このマッチが意外と強いのがフェッチして、平地平地まあ、まず絶対基本地形。このマッチはそう、あー、これ大爆発が使えないからの走行動回数を減らしていこう。海で海にスタックして、まあ、7出してワンドローしてサイクリングかな。まあ、じゃあ消える前にサイクリングで、はい、終わりです。頑張ります。アンタッパーキープ取ろう。まあ普通に行きますか。広がりゆく海の裏目がありますけど、ケアしきれないか。サイクリング18で取ろう。あー、これなら終わり。はい、アンタッパー取ろう。まあ今こんな感じのハンドです。まあ一応イメージとしては、これを構えながらアクションするって感じかなと。本当はこれで孵化したいんですけど、まだちょっと怖いので、我慢しましょう。で、まあ、大爆発もケアして、島で終わる。強い。血が割れない。はい、どうぞ。たまらいます。はい。アンタッパーキープトロー。じゃあもうしょうがないですね。とりあえず、はい、16、はい、もう暴力的な突発を構えてる風で、はい、動けません。ドロー。こうなるとこっちも動けないと思いきや、動けるカードを引いたが、基本的にこうあるときってこっちから動くんじゃなくて、こっちから動いた上でサーチしたのをこれするのがベスト。なので、このターンはこれですね。で、相手が学んでたら、起動してからこれを構える。っていうのがベストのアクションです。はい、どっち出した方がいいです。どっちか。まあ、終了前に。はい。サイクリング。はい。サイクリング。はい。頑張ります。ちょっと待ってね。ここかな。アクション数増えると嫌なので、今はあれか。はい。ここを草の下、赤を、じゃあちょっとサーチ考えますよ。で、黒、沼、はい、
まあ、もう基本としかな。大爆発はさせんぞ。大爆発ができない。はい。行動できなくなっちゃう。サイクリング。はい。頑張ります。はい。タッパーキープ取ろう。苦しい。苦しいが、構え続ける男として、行動するしかない。取ろう。今、こんな感じですね。まあ、本当はこれは、緑マナに使いたいんですが、もう土地がなくて動かざるを得ないので諦めましょうと。で、基本は基本地形から潰すかな、微妙だな。赤緑か、これが赤緑になるのか。赤緑になるならいいか。まあ、黒割のガキですね。声のがけ、はい、まあ大丈夫です、はい、なんだろう。でこれではい、こんな感じなんで、まあ、結構盤石ですね。守ってましょう。終わり。でサイクリング、はい、どうぞ。ドロサイクリング、はい、どうぞ。うちにいる獣が引きたいですね。これだと何も行動できません。まあ、本当はこれを打つためにこれを出してもいいんですけど、それを作ると隙を作ってしまうので。で、フェッチは海警戒して温存かな。ターンもらいます。はい。ワンタッパーフキーフトロ。まあここでこちらをセット。はい。で、終わり。はい、アンタップドロー。今だと、あれ突発が打てない。パッと見打てないな。ということで、まあ、特に怖いものはないので、ラウンドセットから、レスティンピース。レスティンピース。はい。はい。形で、まあ、これでね、エンド前のボール決定突発も怖くなくなりましたと。はい。うわ、またオーロだから、変わらない。はい、今日これ、特殊系出ました。ミナモインが。あ、ミナモインか、オーロじゃないか。違う、これ。心じゃないよ、皆の意味。じゃあ、ターンもらいます。弱い島。苦しい。まあ、だいぶ疲れる。さっきどうせ構えられなかったから、確か。あ、そうだね。はい。で、アンタップし？どうぞ。アンタップ、ドロー。こうなると、もう怖いカードがほとんど、まあ、これ割ってからのリビングエンドも、今のところ墓地がないので、怖くないので、まあ、ジェイス出しましょう。ジェイス、どうぞ。ブレインストーム。ブレインストーム、はい。はい、はい、ちょっと残念な感じで土地引きませんでしたが、まあ、とはいえ、結構ね、ハンドは充実してるので、まあ、これはまだ遠いから、これはいらなくて、これも2枚はいらないので、片方置くときましょう。で、青白ミシカ、展開のレッジを置いて終わりです。まだ戦う。まだ戦います。ミスったな、これ。暴力士の突発でプラスターンされるから。ミスったな。ブレイソルじゃない方がよかったな。上だった。これは、プラス1。ドロー。これは、ヒギプラス1が、されそう。続々と集まってきた。ちょっと、これは僕ミスりましたね。とりあえず、コンバット入ります。はい。で、ブロックして、なしなら。はい。じゃあ、暴力士突発。いや、そうなんだよね。いや、これは僕のミスですね、完全に。じゃあ、プラ1修正。はい。はい、いやー、そういや。試合が長引いてくる。はい、そう。おかしくなってくる。たまにね、こういうパンプがあるんだよね。いやー、プラスでよかったな。そしたらかなり万全だったんだけどね。下手くそでした。ブレストが、はい。ニュースギャラのキャストで、はい、3点。はい、3点。もうここは大爆発プランで、はい、で、カットお願いします。はい。いやー、立てるもの持ち合いしたな。これ出した。はい。普通入って、恥ずかしい、恥ずかしい。はい、結局16。16かな？あ、13。13かな？このマッチは基本地形が結構大事なんで、廃墟の地で基本地形を削られますから、パスもありますし、どんどんショックインしていきましょう。ライフも余裕あるしね。ライフも余裕あるし、13。はい。で、大爆発。はい。一応、特殊形。特殊形はありますが、大丈夫です。はい、アンタップ。ドローで、まあ、土地を返す。まあ、向こうは黒空戦で大爆発をしてこなかったので、まあ、噛み合いという形でね、まあ、エルスペースを出して、
蓋をしていきましょうと。はい、大くんを3体出します。あ、もうこれは絶望的です。終わり。頑張ります。まあ、次の相手のアクションを見て投了してもいいかもしれないですね。これはドロー。これから勝つ方法はもう皆無に等しい。まあしょうがない、エゾエスにアタック一応まあ減らしに行きますか。2体と1体で、まあ途中割りましょう。リビングエンドで消するんで、トークンたちはこれが死んだ死亡を取って、メイン2入って、こちらをキャスト。はい、で終了です。はい、アンタップドロー。で、もうこれは盤石なので特に何もする必要がないので、トークン出して終わりですと。頑張ります。はい、アンタップはキープドロー。取り出しましょう。もうやめときましょう。ありがとうございました。3ゲーム目、今回は先手なんで、先ほど抜いていた花盛りの湿地、土地1枚を戻して20枚体制にしました。で、その代わりにさっきまで入っていたエンジンの不動霊を抜いて、まあそう、マナベースの交換、それだけですね。はい、こいつが強く使えるか微妙ですけど、まあサイクリングがあってマナベースもしっかりしてるので傷、まあ文句ないですね。ちゃんとサイドボードあり、まあマナベースがちゃんと基本地形ありなんで、まあかなり嬉しいハンドです。はい、お願いします。終わり。どうヘッジ。終わり。ヘッジ、ヘッジ、ドロー。ターンもらいます。はい、アンタッパーキープ、ドロー。終わり。はい、ドロー。島、みんな大好き安らかな眠り、言わせました。終わり。さて、こっからどう戦っていくか。もう再現がしません。スダッシュプランスダッシュプランに切り替えます。どうぞ。アンタッパーキープドロー。お、いいカード引いたけどダメだっつって。そう、基本地形が強い。セット。はい、結構ね、このゴミビートによく負けるんですよね。2点ずつ暮らしていくぞ。終わり。ターンもらって、はい、アタッパープキープドロー。コマ取りたい。はい、2点。コンバット中じゃないと割ってきてスタックで起動するとマナブーストになるのか。ダメか、あ、しないか、いいか、テイク。はい、17、でメインプールで、はい、終わり。じゃあエンド前にミドマナー、カッパラインですね。カッパライン、じゃあはい、大丈夫です。はい、緑マナ出して、はい、一応しま、沼を持ってきます。リプトのカードただ基本、うん、まあ、基本的にこの青白側は相手の緑マナをなるべく狙っていくことが、まあ、ベースとなります。まあ、森は基本的に1枚しか入ってないんで、まあ、緑マナ全部潰すと楽。いい水準。そう、どうぞ。アンタップドロー。はい、終わりです。よし、土地がない、土地がない。よし、ラスが普通にきつい。ラスさえ打たれなければ、はい、いくらでもチャンスはある。19、頼む。素出しで勝たせてくれ。このね、素出しプランがね、リビングエンド強みですね。そう、強いんだよね。でかいよね、ドレッジと違うところ。ドレッジだったらね、このリップ割れないとね、絶対勝てないんだけど、基本的にセルセだと相手がちょっと弱いと、そう、これで勝ってしまう可能性があると。アタッパーキープドロー。はい、チャンスが。これどうしよっかな。アタック、うーん、ブロック前にしょうがないか。ベンデリオン3人集出して出ていいですか。はい、対象は自分で。対象自分、どうぞ。もう今のところね、こんなハンドなんで、まあ、これもう結構腐りそうなんで、うーん、だからこっちかな、こっちか、こっち今悩んでる。これは割られる時のことを考えて持っときたくて、多分こっからはね、こういうゲームよりはこっちがまあ余りそうかな。でこっち、よいしょ。
で、ドロー。で、ブロックしたい。ブロックしたい。難しい。ここしかない。ビーストイデンをやってたからね。はい、成功。成功。で、こちらが墓地。そう、そっちは墓地。よく挙動を行う。そう。難しい。ビーストどうぞ。はい、ありがとうございます。はいで、弾道を置いていないので、で、ブロックはブロックは成立して、はい、墓地に行ったから出せると。どうぞ。確かに。どうぞ。で、アタック。なんで、16。島から、2枚目ー。2枚目。終わりー。ビースト以前が無駄になってしまった。どうしよう。下になったぞと。これは辛い。素出しモードは頑張ります。タッパーキートロー。はい、キリエルマジン。はい、出ました。どうぞ。アンタップドロー。まあ除去るしかないですねと。廃墟の地で、踏み鳴らされる地かな。踏み鳴らされる地。はいはい、ヒサチで平地。いかに基本地形をもう並べるかというゲームですね、基本的には。まあ、お城側は。元気本地が入っても。大爆発が意外とさせない。いや、でもたまたまだね。もいや、特殊地形もたくさん入ってるから。で、リングしてと。はい。3点。獣に殺される。終わり。裏切りの獣。裏切りの獣。ターンもあって、アタッパーキープ取ろう。まあ、もう。行くしかないです。普通に殴り切るしかないです。はい、どうぞ。でかいんだよな、こっからが。ドロー。まあ、こっちか。ヘッジ置いて、出す。出す。はい。終わりです。頑張ります。もう一体一体にどんどん除去っていきましょう。ドロー。じゃあ行きますか。まだまだ続けろ。全然きつい。あんたって。ドロー。だんだんきつくなってきました。これね、リビングエンドアイテム、結構たまにある負けパターンなんですよね。ただ、パッと見沼沼森が出ているので、この廃墟の地は刺さりそうな気がする。グローブか。つらい。もうないんだろう。3枚目が。守ってきてと。カットお願いします。はい。終わりです。もらいます。アンタッパーフキプトロライブ17。オサムシは取りますか。はい、13。よし光が見えてきた。メイントゥーいきます。はい。フェアリーは簡単ワンドロー。簡単ワンドロー。あ、じゃあそれ。あ、まあまあ、あ、そうだ、大会の罠で。あ、さっきまで覚えてたのに。あ、でもこの前だと、まあ、そうだね。うん、まあ戻すもんないからね。はい、シャーナシ。シャーナシとロー立ち消えて、フェアリー着地、ランドセット、ゴー。6点、6点。まあ一応もう一ターンあるか。ドロー。くー、まずい。終わり。ターンもらいます。アンタッパー。トロー、追加のブリーチャー。こいつか、お前か。サイクリングですかね。さすがに。じゃあ、困ってあります。はい。6点。6点。7。7。7。お、なんか相手もう投げなさそう。そうなんか引いてくれ。ちょっともったいないけどサイクリング。はい、ドロー。青物はね、たまたま運を引いてないため、ここでもう出そう。はい、出します。終わり。ドロー。あー、遅い遅い。参りました。やったうわー、遅かったカウンター類が。はい、というわけでお送りしたハリラコンバットいかがだったでしょうか。今回どうですか、初めての動画ということで。すごい、もう喋りながらやるっていうのが慣れてないんで、はい、すごい緊張しました。いや、僕も結構ミスりましたね。最後のところも、まあ、カウンターワンドロー打ったんですけど、まあ、跳ね返りの罠ね。確かに1個しか対象取らないとあれで勝ち切れちゃうんですよね。いや、なかなか、そうね、楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、なんで、またね、多分、今後もこういった動画の機会ですとか、あと前やっていただいたように、その、解説ですとか、まあ、機会があれば、ぜひ、お呼びさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。
最後に、ハレリアチャンネルからの告知です。現在、チャンネル登録者数1万人以上集めて、ハレリアコンバットという YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。確か今がね、7900という形なんで、チャンネル登録者数増やしていきたいなと思ってます。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。では、今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。